続いてお天気です。昨日に引き続き今日も朝晩にかけて薄霧が発生する模様です。お出かけの際は十分ご注意ください。いやー、なかなか長引いていますね。専門家によると都内で何日も霧が続くのは珍しいそうですが、これを機に街の違った姿を楽しんでみるのも良さそうですね。なお水曜日からは爽やかな快晴となるそうです。本格的な梅雨入りの前に溜まっていた洗濯物を乾かしてしまいたいところですね。続いて芸能ニュースです。若者に人気のアイドルグループスピカのミニライブが、これで一通り終わりですね。タワー催事イベントの検討に多摩エリアの動力墓場率の報告、たまにはのんびり休みを取りたいところですけど。もしもし、美月です。私だ。元気にしているかね。おかげさまで。そちらはお変わりないですか？愛も変わらずだ。裁縫越しとはいえ言葉を交わすのも久しぶりだな。そうですね。先日の件本当に助かりました。おかげで彼らの処遇もそこまで重くならずに済みそうです。その程度は造作もない。罪を犯したとはいえ日本国の未来を担う若者たち、それに大切な孫娘の頼みでもある。ありがとうございます。それで今日はどうなさったんですか？ゾディアック方面で動きでも。ああ、少々お前の耳に入れておきたい話があってな。友明君がそちらに出向することになった。例によっておじさまたちの差し金ですか？わかりました。心得ておきます。よろしく頼む。くれぐれも息災でな、美月。はい、そちらも、おじいさま。面倒ですが仕方ありませんね。こちらの方も杞憂に終わってくれればいいのですけど。さすがに暇ね。ただでさえ客が少ないからこの天気では仕方ないけど。あら、こんにちは。こんな霧の中よく来たわね。どうも。頼んでいたものは？ええ、用意できてるわよ。ありがとうございます。そうそう、聞いてるわよ。最近少年たちと一緒に行動してるそうじゃない。泣く子も黙るエースがどういう心境の変化かしらね。まだまだ新米です。決してエースなどでは。それに彼らは協力者です。いつでも外れてもらえる。いいけど。これは、この情報確かですか？書いてある通り、それ以上でも以下でもないわ。まだあれの仕業だと決まったわけじゃない。ただ
もしそうだとしたら。別に今までと変わりません。ネメシスの執行者として己の使命を果たすだけです。昨日までの霧が嘘だったみたいだよ。ま、週の初めはずっとじとじとしてたからな。でも何だったんだろうな、こんなに霧が続くなんて。森宮で霧か。確かにあんまり記憶にねえな。もう霧が出てたのも多摩一帯だけだったみたいだし、ニュースでも結構不思議がられてたみたいだね。そうそう、昨日ニアー城である話を見かけたんだが、ここ数日の霧って数年前に外国で起きた事件に似てるらしいぜ。外国の事件？どんな事件なの？なんでも外国の片田舎で起きた失踪事件らしくてな。何日も続く霧の中、住民が一人また一人と消えちまったんだと。地元の警察は誘拐を疑ったが、結局犯人は出てこないまま、その後の人は消え続けて、そしてとうとうその町には人っ子一人いなくなっちまったらしいぜ。階段かよ、アホらしい。どこかで聞いたような話だけど。実は夏に向けていろいろネタを仕入れてるんだよな。ま、ネット上の書き込みだし根も葉もないヨタ話なんだが。あ、思い出した、それ確か実話なんだよね。英国のダラム近郊で起きたっていう未解決事件でね、住民500人の村がいつの間にか完全に無人になったっていう。
心機臭い話はやめやめ。ほら見ろよあの青い空、久々のお日様を堪能しようぜ。てめえが一番怖がってりゃ世話ねえな。平和だね。はい、ホームルームはこれで終わり。みんな、久々のお天気だからってあまり羽目を外さないようにね。それじゃ、ヒイラキさん、お願い。起立。で、無事晴れてよかったですね。ちょっと肩透かしな気分ではありますけど、よかったら今後のためにも改めて情報交換しておきませんか？必要性を感じません。お互いの立場もあるでしょうし、無用になれ合うべきではないかと。そうですか。ヒイラギ、北斗先輩。それでは私はこれで失礼しますね。さようなら、北斗会長。それに時坂君も。お、うん、じゃあな。何を話してたんすか？大したことでは。生徒会とクラス委員会で若干の連絡不足がありまして。はあ、さすがに気になるみたいですね、私と柊木さんの関係が。それは実はちょっと複雑な関係で、お互いもっと協力し合えればと思うのですが。協力？すみません、失礼しますね。京香さん、お疲れ様です。ええ、そうですか。意外と早く到着しましたね。ええ、私も一応向かいます。それではまた後で。失礼しました。すみません、話の続きはまた今度ということで。いや、俺の方は全然。お気をつけてっす。時坂くんも。それではまた。
久我山、お前、名前は呼ばないで。プップ。でもうおーって、君そんな声も出るのね。いつも済ましてる時坂くんの意外な一面発見ってやつ。済ましてねえし、ガキみてえな真似してんじゃねえっての。ねえねえ、それよりなんで君がここにいるわけ。へえ、そうなんだ。ちょうど私もステージ入りするとこだったの。それにしてもラッキーね。ライブの裏側なんてなかなか体験できるもんじゃないわよ。え？劇場フロアの裏方ってそういうことなのか。君ね、森宮っ子の風上にも置けないんじゃない。ま、ライブ成功のためにも精一杯よろしくね。そうだ、帽子を取って腕でも組んでいこっか。ファンに見られたら大変だけど、シャレになってねえぞ。しまいそうだぜ。
時坂か。そうだ時坂、お前腹減ってねえか。この近くでもいいんだが、お上品な店が多そうだからな。せっかくだからがっつりとした腹にたまるものを食わせてやるよ。先輩が作ったんすか？ああ、さすがに蕎麦打ちは教えてもらってねえが、出前の合間に丼物なんかは少しずつ教えてもらっててな。ほら、とっとと食え。いただきます。うめえ。なんだこの脂身、今まで食べたことがないっつうか。ああ、多摩の水で育ったブランド豚らしいからな。名前は東京 X だったか。へえ、聞いたことがあるような、うん、しかしまさか先輩がこの蕎麦屋で働いていたとは。空からこの近くに住んでるのは聞いてたんすけど。学園に入るとき、とある筋に紹介されてな。住み込みで厄介になってるんだ。この前の騒動じゃ、おやっさんと奥さんに随分と心配をかけちまったが。ああ。了解っす。先輩も肩なしっすね。ああ。正直恵まれすぎだろう。いずれ世話になった人全員に恩返しがしたいと思ってる。時坂、お前たちにもな。え？異界に関わることで何かあったらいつでも呼べ。俺なんかの力でよければいくらでも貸してやるからよ。しよう先輩。百人力だぜ。